はい、え、てんしゃしですね。今日はですね、あの、調子が悪かった時どうするのということでね、まず答えかが言えば、自分を修復する能力を持とうと、こういうことなんですの。その仕方についてお話しますよね。前まあ、言あの、試合中でなんか急に調子がガターンとこう崩れていく時あるでしょう。で、その時にどういうふうに、 あの、ま、た、試合の中で、こう極、極端には、その、まあ、まあ、故障っておかしいけど、故障したとこを直さなきゃいけないわけよね。極端にはね。だから、試合の中でいかにそれをどういうふうに修復して、どういうふうに戻すのと、こういうふうなね、えー、ことですね。あの、そのテクニックですね。で、それがわかんない人は、もうなんかこう、調子がガターンと終ったら、そのままず,ずーっとって、負けまして、調子悪かったりする。で、こういう、う言い訳になっちゃうんだよね。あの、それをちょっとお話ししていきたいと思いますね。でちなみに私のことについてお話ししたいんですよね。私、あの、えー、テネサース雑誌の方で技術解説、その他、あの、 海外の方に、えー、と留学授業ですね高校とかいろんなアカデミーを出していくということをやってました、えー、とあとはテニス,スクールでいざ、えー、やってましてあの日本の代表選手またプロの選手というのを輩出してきた、えー、こう30年間ですねちょっとお話ししていきたいと思います,す、ねえー、とまずじゃあの自己修復能力ですね自己修復能力だから調子が悪かったの多いのはねこう調子が悪かったただからねでそのままずるずるって負けちゃうのねだからその調子が悪い時にいかにその調子 自分を修復させていくのって自分を修理するのっていうねあのそこがすごくねこう大事になってくるんですよじゃあどうやって修理するのっていうことですよねでそこがまあ言ったら目と手の協調性といわれるあの識別能力ってやつですよね識別能力ねであの、まあ、その識別能力のこう練習っていうのを あの、きっちりこう、ないがしろにしているってこあのの子は、こう、修復がまず難しいんですよ。極端に言ったらね。なので、今日調子悪かったで負けましたとか、っていうことになるのね。で、あの、特に日本のテニスっていうのは、その、なんですかね、結構ね、リスキーなことさせるのね。で、いろんな技術の幅をこう広げていって、いろんな技術を使いましょうっていうふうな形ね、テクニックがきっちり作っていきましょうっていうところを、まず推奨してるところがもうほほぼ、主なので、 逆に言えば一つ間違ったらテニスを難しくしてしまうっていう欠点もあるんですよ、ね。でも間違ってないと思うんですよ。それでいいと思うのね。ただ、あの、何ていうのかな。あの、例えば韓国みたいにね、もうストロークにすごい集中してぞってやってるんだったら、シンプル、そこはめちゃくちゃシンプルな部分だから、あの、修正しやすいっていう部分があるけど、日本みたいにもうネットでたりいろんなことを組み合わせてって,っていう風なことになってくると、やっぱり、あの、調子いいときはぶわーいいかもわかんないけど、ずれちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃうというね。 あの、そういう欠点もあるのも確かなんですよ。で、あのー、そういう風な、こう、いろんなショットの組み合わせを早くミスなく習得できれば強いんだけどえ、残念ながらこれがなかなかうまくいってないっていうのが、まあちょっと日本の欠点かなとは思うのね。 で、その多くが、やっぱり、こう、お受験があったりとか、いろんな、その、規制が出てくるでしょ中学入って、で、さあさあ、これから伸びてきたと思うんだけど、やっぱりちょっと受験もあるし、学校も何とか考えたら、ちょっと塾もとか、いろ、これもとかって言い出したら、もうなんかこう、あの、両立するのが難しくなっちゃって、練習量がこう、あの、少なくなっていって、っていうふうな、あの、ことになると、やっぱり余計、こう、中途半端になっていくっていうなそういうようなところもあったりとかするんですよね。で、そこでね、あの、なんていうのかな、 ええと、例えばブランクがあったとしてもね、例えばこういう中にはもう一日休むともうぐちゃぐちゃになってるっているのね。私もそうね、あのテニス一日休むの怖く、あの休むの怖くて一日休んだらもう全然ダメなのね。だから、あの中にはね、今日休んでも全然変わんないよってもいるんだよね、中にはね。でも多くがやっぱぐちゃぐちゃになるのよ。で、そのぐちゃぐちゃになった時、 ねにね、例えば、いっぱいこう練習できればいいけど、じゃあ、それが試合中に起こったらどうなのってある,じゃあるでしょ、なんかもう、めちゃちゃ、うわ、気持ちよいいな、よっしゃーと思って、あの途中で、スリーオールぐらい、スリーオールとかねあの、ちょうど中盤ぐらいになったりとかね、なんかこう、急にあのガクーンとか落ちて、うわ、なんか急に入らなくなったらどうしよう、うわーみたいなね、なんか、ね、だから、あのじゃあ、どういうふうに修正するのっていうことね。でまあ え、まず一つ、まあ、大体三つあるのね。こう、うちでは、うちに来てるからいも言ってんだけど、まず、打点、打点おかしくないので、打点からちょっと考えようと。まず自分が考えるね。試合中に考えるのよ。試合、や、あのやってる時にね。例えば、試合、ね、やって、調子悪くなったから、ちょっと待って調子悪いから、ちょっと今、ストローク練習してきます、なんて言えないからね。やっぱり、その中で直されなきゃいけないから。 打点がずれてないのってね。やっぱり一試合必死やってるやってると、あの、もう頭回んないのね。で、そこで冷静になって、まず三つ考える。うん、それが打点ね。 打点どうだったのいつもここで打点取ったはずのに、なんかしないけど、打点が偉い高いところで取らされてるとかね、なんか、ね、なんか偉いところ低いところで取らされてたなとかねそう、そういう相手こんなとこ、こんな高いところ、バックのこんなところ高いところ狙ってきてるとかね、なんか、うちに来てる子だったら、その相手の打点を崩すってことをやるから、あの、だからもしかしたら打点崩されてたのかもわかんない。ジュニアでどうしても、こう、オープンコートを狙いがちでしょオープンコートをやって、で、相手をコート寄せて、反対側狙うっていうね。でそれだけじゃなくて、やっぱ考えてるよ、 相手の打ちにすくい打点にずっとやっててであのミスをさせていくっていうねミスマ違ラにミスさせるこれも一つの、ね、エースだからねところがそのミス刺させられてることに、ね、気が付いてない子いるんだよね <laughs> なんかねで急にねわ調子悪くなったと思勘違いしてるんだけどそういうで調子悪くなったんじゃなくて打ちにいくいところに集められてるっていうことに気が付いてないだけだったりするのね。 そうなんてだってあの、あの時に、やっぱり、ど、どこで打ってたのっていうことを考えていったらあ、あの、なんかこう、あ、ちゃんと自分の得意なとこじゃなかった。ね。だったら、やっぱり、自分の打ちやすいところに入らないと。こう,こういうふうになるのねで。そういったら、そこでもしかしたら、そこで修正できるかもわかんないじゃない。で、次にあるのが、ボールのバウンドしてからの、え、あの自分が打つ時の距離で、まあ、これ、間、ま、合、あ、いって言うんだけど、 えっと、バウンド、バウンドした位置に対して自分って何メートルぐらい離れた人置で打ってるのっていうことね。で、安定してる人っていうのはそんなにそれ、そんなに差がないんだよね。あの、常にこの距離が一定化されてるっていうか、そんなにバラバラにはならないんだけど。ここ、ここがやっぱりなんていうのかな、あの、いつの間にか相手のボールが深くなってて、バウンドする位置からいらい近くなってるっていう場合があったりとかするのね。 あの、だからなんか、なんかしないとこう、打ちにくい、打ちにくいって、感じるんだけど、よくよく考えたら相手のバウンド値に対して結構自分の立ってる人って、あの、距離が短くなってるんじゃないとかね。じゃあ、何、あの、何メートルぐらいが、あの、ちょうどベターなんだろうかとかね。こういう考えていくのね。あともう一つはこの、え、時間ですね。バウンドしてからどれぐらいのタイミングで打ってるのかってことを、こう、やっぱり自分の一番打ちやすいタイミングはかってないとダメよねですね。 だから、あのー、なんていうのかな、えー、っと、これ、ヨーロッパのね、あるコーチが、有名なコーチがやってたんだけど、バン、あのー、これね、えー、っとね、インナーゲーム。インナーゲームってこ、この本で真っ白に出しておくけど、インナーゲームの時に、これもう50何年前の、あの、指導だよ。バウンドしたから、1、2っ1、2ってね。 えー、いうのね、これ12なのか、投、ま、げ、あ、はバウンズヒットだったから、バウンズヒット、バウンズヒットってね、で、そこでタイミングをこう合わせていくっていうね、これこやってたんだけど、あの,ー、このうちもよくあのこれの12とかいうのやるんだけど、こんなあの50年、60年近く前のやってた、まだ木のラケットの時代の話だよ、これ。 だからその,あのリズムね。リズムがこうちゃんと自分だったらそのリズムに合ってるのか。だからそのリズムが変わってくる場合ありますよね。あの、えっと前半はあちょうどいいリズムだったのが、あの、やっぱり体も動いてきて相手もあのボールが走ってくるとリズムが変わってくる。そのリズムがたまたま合わないリズムだったと、ね。まあこのリズムとボートの間合いいうのは結構関連性あるんだけども、あの、まあどっちかからね、あの、前から見るのか、あの、バウンドしてからのその、 えと時間的なそのリズムから見るのか、どっちからか,をから見ていくんだけど、あの、まあ、あの、さっき言った打点と、リズム、時間的リズムと、間合いとって、この3つから考えていたね、なんかね、見えてきますよ。それを視野の中でこう調整するのね。もう、試合の中で練習するじゃないけど。 そこでね、やっぱり、なんて言うんだろうね、あの、ショートラリーの、これね、ショートラリーの時に、丁寧に、こう、調整するっていうね、あの、習慣をつけてないと、例えば、棒の入り方に対して、正確に足が入ってるのかな、とかね。で、ちゃんと自分の狙った位置に、ちゃんと落ちてるのかな、狙った位置の、位置の高さになってるのかな。で、そこに、それ、またミスが少ないって何かあったら、一貫性っていうのね、これもう、昔から言われてるんだけど、まずミスが少ないって一貫性、 っていうのができるわけ、これね。例えば、ボールときに、ポーン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 ,ポーンって、これね。一貫して言ってるわけね。で、例えばこれがポーン、ポーン、急にパンとこうペースが上がっても元のペースに戻せるっていうね。だから、速いボールが来ても元に戻せる。遅いボールが来ても元に戻せるっていうね。これをちゃんと、こう、あのショートとか、その中でこう調節する。これ、コーディネーションね。調節するっていう習慣をちゃんとつけてる子は、あの、試合の中でも調節できるのよ。極端に言えば。 ところが、もう、ショートラインでもパコパコって、もう、えーって打って、ぐちゃぐちゃの子いるんだよね、なんかね。で、そういう子って、あの、調整できないんだよ、こう、試合の中でね。だから、あの、特にいろんなテクニックを持って、上手な子いるんだけど、もう崩れたら崩れっぱなしになっていくねブエーってね。そこで、やっぱり、その、なんていうか、原因を正確に掴んで、で、その、えー、ペースを、こう、なんか、元のペースに戻せるようにね、していく。で、それ,それを、えー、っと、 なんていうのかなきっかけが打点の調整なのか、時間の調整なのか、距離の調整なのかっていうから、どれかからこうアプローチをかけてゲームの中で調整していくのね。もうしょうがない。ずれてんだもんね。プロの人はもうそんなも感覚でパンパンの直せるかもわかんないけど、まだそのジュニアなんて十分全ての人とマスターしてないから、やっぱりそういうとこからやっぱりちょっと調整するね、あの、術をも持っとかないとやっぱり厳しいんだろうな。だから、あの、 技術的なことじゃな、だけじゃなくて、技術的なことを覚える。それともう一つは、その技術がもし壊れちゃった場合、ちょっとあの、故障した場合、修理できる、あの、自己修復能力ね。えー、これもやっぱり同時で、で覚えていかないと多分厳しいだろうな。そのためには、やっぱりこう、秩序のあるショートラリーね、で、をやりましょうね。ちゃんと、えー、狙うところを狙って、 また目と手の協調性だから、ちゃんと落とすべきところに落とす。ね、あの、狙うところに狙う。で、ずれたらそれを修正するってね。これ目で調整してるのね。極端に言えばね。て自分の面をこう上に向ける、下向けるとやっちゃダメよ。ちゃんともう一回目で引き直して、こうやっていくのね。そういうふうな習慣をちゃんと持ってたら、で、かってたら、あの、ゲームの中でこう調整できるのね。 まあ自己修復能力ない子も脆いだろうね。やっぱりね。だからすごい淡白に終わっちゃうんじゃないだから崩れちゃったら終わりみたいなね。崩れた時にいかにこう修復をしていくのかっていうね。で前回も言ったらそれをもう一つは審議体心の中から見ていって、えー、アプローチしていってもいいんじゃないのかなっていうことなんですよね。で、そこで、 もしかしたら、えっ、ー、と、メンタルティのところちょっと考えすぎな部分があったのかもわからないとか、いろんなところがあるでしょ。だからそういうふ、ね、に、ちょっとアプローチする部分をやっぱり覚えておかないといつまでもなんていうのかな、なんかこう。 どう言うんだろうよく、ま、あいろんなコーチ言うのね、教えすぎはいけないとかでね、こう、オーバーティーチングはダメだとか、だから、ま、それはわかりますよ、それう,うね。で、それはもう天才的な子でね、もうピーカンでピピーンとかね、もうーン、ブーン、スパーンってできるんだったらいいけど、あの、すぐたたこずれになる子はちょっと頭つかなきゃダメじゃないそこはもうちょっと、あのー、 なんていうのかなえっ、ー、と、ちょっと考えて、対応必要が必要だ、考えなきゃいけないなっていう子もいるから、そこはちょっと、あのー、そういう取り組み方もね、あの、調整っていうものの取り組み方、えー、やる必要があるんじゃないのかなというふうに思いました。でえー、まあ、あの、土日なんかもちょっと練習会とかいろいろやってるし、まあ、なんかわからない人はまた連絡いただければ、えー、お答えしていきたいなと思います。で、えー、豊吉さん、頑張ってください。